はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は動画を急遽撮ってるんですけど、うん、以前からですね、コメントの方で、うん、私たち動画内ではお互いの呼び名を旦那、嫁さんっていうこと形で、うん、まあ、読んでるんですよね、うん、なんですけど、コメントの方で、まあ、コメントをする側もやっぱり旦那さん、嫁さんっていうのはちょっと言いづらいとか、まあ、できれば名前とかニックネームを決めてほしいっていうコメントも結構いただいてたので、うん、今回は本名は私出したくないということで、うん、ニックネームなんですけど、この場をお借りしてご紹介したいと思います。で、私の名前は、うん、まず由来から言っていいですか？はい、もう簡単な由来なんですけど、B 型なので B 子にしました。はい、B 子さん。はい、B 作さんとは何も関係ありませんはい、ないです。はい、はい、で、旦那は、うん、もともと、もう本名っていうか、私がいつも読んでる呼び名で大丈夫だっていうことだったので、カズっていう感じで、うん、っていうのも最初の私 YouTube 参戦しますの中でも、うん、カズって言ってるんだけどね。あ、そうなの？言ってるよ。あ、だっけ？そう、言ってるわけ、うん、なんだけど、まあ、私が嫁さんって言われてるのに自分だけカズって言うのもなと思って、旦那って言ってたんだけど、うん、まあ、これはもう日頃からの呼び名で、うん、カズ。まあ、昔の動画は九州男児ヒデだから、うん、このチャンネルのタイトルがね、うん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 、だから、まあ、ヒデさんって知ってる人は言ってくれてるんだけどさ、うん、そうだね、まあ、うん、それ以降カッペのつがいになってから登録した人は、うん、まあ、わからないかも。うん、そうだね、うん、なのでカズ、カズさん、B 子、 B 子、はい、っていう呼び名で、うん、今後よろしくお願いします。お願いします。で、まあ、次からの動画、多分みんな YouTube 界隈でやってるような、ここに名前がこう、あ、そう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 、 B ってB 子、カズそうだね、ちょっとオシャンティーな字が出ると思う。はい、一時はそれをしたいと思います。うん、ほいで、まあ、血液型を私が公開したことで、ああ B 型なんだ、ああやっぱりね、うん、って思われる方もいると思うんですけど、うん、見た目 A 型なのかな。いや、違うでしょ、分かんないけど、まあ、でも A 型も言われる、 A 型か B 型かっていう感じに言われるけど、うん、もう思いっきり B 型だね。 B 型です。そう、すごい。でも A型気も結構あるよね。なんかね、あ、で違う、 B 型なんで、ね、違うの、それはサバサバしてるし、あ、サバサバだ、そうだけど、 A 型のその几帳面の部分っていうのが B 型なの、わかる？ね、うん、自分のテリトリーだけ綺麗にするまあ、確かにね、そう、これがもう B 型の書いてあったんだよね、なんかに B 型の特徴として、うん、自分のこのテリトリーは綺麗にしたい、うん、でも私はもう他のとこが汚かろうが全然気にならない人、うん、だから、ああ自分は、やっぱ B 型だなっていうのを思う、うん、あとあれでしょ、群れたくないけど一人でいたくないうん、そうだね、うん、まあ俺はそれかな。俺もあんまり群れたくないっていうか、あんまり大勢でいるのが好きじゃない。でも最近はもう一人がいいかなって思うことが多く、うん、それはもう年齢的なものもあると思うんだけど、うん、まあ、俺は結構一人行動が昔から多かったからね。そうだね、一匹狼っていうところが良くて、うん、付き合ったっていうのもあるしね、うん、なんで一匹狼感はなかったんだけどね、俺の中では、うん、でも友達といる時は全然いるんだけど、うん、そのなんちゅうの、やっぱり高校時代とかってさ、うん、連れてこういろいろ行くじゃん、うん、トイレ行ったり、うん、売店行ったり、うん、購買、一緒に行こうって、そう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 、うん、常に誰かといるっていうことが多いよ、うん、男性でも、うん、なんだけど結構一人でいることが多かったから、うん、だからって友達がいなかったかっちゅうとそうじゃなかったし、うん、帰りはこう友達とワイワイ言いながらバイクで出て行ったりとかしてたから、うんうん、
まあ、そういうのが逆に良かったんだね。うん、今となってはどうかわからないけど良かったのか悪かったのかはい、なんですよ。ということで今回ですね、まあありがたいことに、うん、今現在2万2000人ということで、うん、はい、はい、そう登録していただいてる方々に、うん、ここでちょっと私たち今までそういう質問コーナーとかしたことなかったんですけど、うん、今回その2万2000人のご登録いただいてる記念として、うん、ちょっと気になるなっていうことがあったりとか、うん、聞きたいなっていうことがあるかもしれないので、うん、ここで質問コーナーをインスタグラムの方で受け付けたいと思います、うん。全てに関してお答えできるかっていうとちょっとそれも難しいこと話になってしまうので、私たちが見てお答えできる範囲でお答えできればなと思っております、うん、はい。それではいお願いします。はい、気になることがあるかな。他は？他は特にないかな。はい。今日は簡単な動画になりましたが、この辺で今日は終わりたいと思います。はい、で YouTube の方チャンネル登録と。インスタグラムのフォローの方もよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。We were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. Kawaii, Neko-chan, kawaii, ne. We just had one of those things. Ooh. I guess I've had some things to figure out. But now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you?Yeah, was it too easy for you? You used to say that you would always be mine, but you seem to be doing just fine.